アルカディウシュ、アレク・ミリクは、ポーランド・シロンスク・ケンティヒ出身のポーランド代表のサッカー選手。ポジションは FW。オリンピック・マルセイユ所属。ポーランドのロズボイ・カトビツェのユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年10月23日、サンブリーグでプロデビューを果たした。2011年7月1日、グールニク・ザブジェに移籍した。 2012年12月17日、ドイツブンデスリーガのバイエルレバー,クーゼンに移籍。契約期間は2018年夏まで。2014年5月15日、アヤックスアムステルダムに買取オプション付きでの、レンタル移籍が決定した2015年4月1日、アヤックスが買取オプションを行使し、ミリカ本人とも完全移籍で合意したことを発表。4年間の契約を結び、引き続き、 アヤックスでプレーすることが決定した。2015から16シーズンには21得点を記録したが、フランク・デブール監督の求めるストライカー像からはほど遠かったことで、遺跡史上の土に代役獲得が噂され、トップゲームではスタメンを外され、途中交代も多かった。勝利すれば優勝だった2015から16。 シーズン最終節のでフラースハップ戦でも1から1の後半途中に交代させられ、シーズン後にはデブールからは決して信頼を得られなかったと不満を公言した。UEFA ユーロ2016で評価を高めたミリクは、ユベントスへ移籍金9000万ユーロで去ったコンサロ、イグアインの後釜として、2016年8月1日に SSC ナポリへ移籍。 玉月遺跡によってナポリがミリクに提示した遺跡金は三千二百万ユーロという高額でポーランド人選手として史上最高額の遺跡金となり特にミリクへの評価が高くはなかったオランダでは大きな驚きとなった二千十六年八月二十七日のミラン戦ではセリエ A 初ゴールを含む二得点を記録するなど好調な滑り出しを見せたが十月の代表戦で 左膝前十字人体を断裂し長期離脱を強いられた。復帰後、2019年12月、チャンピオンズリーググループステージの RC 元苦戦で、ハットトリックを達成、ナポリの決勝トーナメント進出に貢献した。2021年1月21日、オリンピックマル声優に、買い取りオプション付きの18ヶ月のレンタル遺跡で、加入することが発表された。 ポーランド代表として各年代でプレーし、2012年10月12日、南アフリカ戦で A 代表デビューを果たした。2012年12月14日のマケドニアとの親善試合で代表初得点を挙げた。2018年の 2018FIFA ワールドカップロシア大会にもグループステージのセネガル戦に途中出場した。2017年9月4日現在。 ありがとうございます。